子育て幽霊昔々ある村に一軒の雨屋がありましたある年の夏のこと夜も遅くなったので雨屋さんがそろそろ店を閉めようかと思っているとトン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 と戸を叩く音がしましたはてこんな遅くに誰だろう と雨屋さんがドを開けてみますと、一人の女の人が立っていました。あの雨をくださいな。なあはい、少々お待ちを。雨屋さんは女の人が持ってきた器に壺から水雨をすくって入れました。えい、一文いただきます。ありがとう。 女の人はお金を払うと消えるように言ってしまいましたその次の日今日も飴屋さんが戸締まりをしようと思っているとまた戸をたたく音がしますあの飴をくださいなやはりあの女の人でした女の人は昨日と同じように飴を買うとスーッ とどこかへ帰って行きますそれから毎晩女の人は夜更けになると飴を買いに来ました次の日もその次の日も決まって夜更けに現れては飴を買っていくのですさてある雨の夜この日は隣村の飴屋さんが訪ねてきて色々いろいろと話し込んでいたのですが あの飴をくださいなといつものように現れた女の人を見て隣村の飴屋さんはガタガタ震え出したのですあああの女は一月ほど前に死んだ松吉のガカにちげえにえ二人は顔を見合わせました死んだはずの女の人が 夜の夜なな雨を買いに来るはずはありませんしかし隣村の飴屋は間違いないと言いますそこで2人は女の後をつけてみることにしました飴を買った女の人は林を抜け隣村へと歩いて行きますその場所はあ赤だ 女の人は墓場の中に入っていくとすーっと煙のように消えてしまったのですおお,お化けだふたりはお寺にかきこむと和尚さんにこれまでのことを話しましたしかし和尚さんは「そんなバカなことがあるものかきっと何かの見間違いじゃろう」と言いましたが 二人があまりにも真剣なので仕方なく二人と一緒に墓場へ行ってみることにしましたすると「おにゃーおにゃー」とかすかに赤ん坊の鳴き声が聞こえてきます声のする方へ行ってみると「おお人間の赤ん坊じゃないかどうしてこんなところに」和尚さんが提灯の明かりを照らしてみると そばに手紙が添えられていますそれによると赤ん坊は捨て子でした手紙によると捨てられたのは数日前それから何日も経つのにどうして生きられたんじゃふと見るとあの女の人が毎晩飴を買っていった器が赤ん坊の横に転がっていたのですそして 赤ん坊が捨てられたそばの墓を見るとおおこれはこの前に死んだ松吉の女房の墓じゃなんと幽霊が人間の子供を育てていたのですなるほどそれで飴を買いに来たんだなそれも自分の村では顔を知られているのでわざわざ隣村まで。 きっと自分の墓のそばに捨てられた赤ん坊を見るに見かねたに違いありません和尚さんは心を打たれて松吉の女房の墓に手を合わせました優しい仏様じゃこの子はわしが育てるに安心してくだされようこうしてお墓に捨てられた赤ん坊は 和尚さんに引き取られましたそれからあの女の人が雨屋さんに現れることはもう二度となかったそうですおしまい